なおは、最後の琉球国王、小太王の四男。男爵で、貴族院議員。琉球新報、沖縄銀行に相当する銀行で、現在の沖縄銀行とは、無関係の創立者。久信は、明治6年5月2日、小太王の第四王子として生まれた。母は、松川あ松山王子、松山御殿と呼ばれた。号は、 詐欺泉、室は雅子、琉球処分に伴い父と共に7歳で上京。明治25年、20歳の時に兄の小虎と共に帰京した。その後、翌年の明治26年、大田町府、五役朝を門文見、富城区森和、高根町京らと共に琉球新報を設立し、明治32年には沖縄銀行を設立した。 他にも沖縄幸運の設立、桃原農園を設立しパイナップルなどの果樹、観賞用植物等を移入した。1904年7月、貴族院男爵議員に選出され、1915年6月19日に、辞職した。松山御殿は、敷地約4000坪あり、家族16人、使用人20数名で暮らしていた。 久信には6人の男子と10人の女子がいたが、沖縄戦で本人、妻、長男一家、三男、四男、孫の翔太田明、翔太正が亡くなった。去年72、趣味人としても知られ、名筆であったと言われる。建築家の伊藤中太、画家の藤田嗣ぐ民芸家の龍宗義、陶芸家の河合勘次郎などとも交流があった。また美食家としても有名で、 後年、脅威の美食家、グルメ男爵などと呼ばれた。特に泡盛についての造形が深く、彼の遺行集でも泡盛について、多くの研究を行っている。なお、同じ遺構で、首里城明け渡し、人物群像という題で、首里城明け渡しについて、当時6歳であった思いで松田道行を見た思いでその時の父、正体の態度などを語っている。娘、 ネギシツネコによれば、久信は、現在の国神軍本部長を伊豆味に、別荘を所有していたという。久信の,の意向に加え、松山御殿の人々の著作や関連する文章を、収録した書籍、松山御殿物語によると、久信家の家訓は以下の5つである。家徳は、久信の息子で、次男、小誠が継いだ。なお誠は弟なお千に財産を管理するように、 頼み、なお千は兄に代わり、松山御殿の財産を管理した。その傍らで、父の意志を継ぎ、戦争で怪人に返した桃原桃園の復興に着手した。なお、千の妻は、琉球大学名誉教授の小弘子。なお誠の長男であるなお厚が、松山御殿の財産を引き継いでいる。なお誠の長女は、八甲正宏会、第二大会長の西恩寺正美。 松山御殿の日々を表した地名茂子は、久信の六女。1917年生まれ、1938年に、首里の旧家、地名家に嫁ぎ、台湾へ赴任。戦後期中し、三男和ずめを育てる。茂子によると、久信は子供たちの教育方針として、父は男爵だが、お前たちに身分はない。使用人は、父の使用人で、 お前たちの使用人ではないと常日頃語っていたという、ありがとうございます。